どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい。昨日ね、ちょっと、新宿駅にベルクっていう喫茶店あるんですけど、カフェっていうかね、そこでコーヒー飲んでる時に、暇だったから、silentっていうドラマをね、iPad で見たんですね。TVer で。うん。そしたら、このドラマ、なんか、何気なく見たんだけど、めちゃくちゃ良かったんで、ちょっとご紹介、感想をね、軽く述べたいなと思います。そして、昨日見たのが第1話なんだけど、もう今日13日?今日第2話が始まるのかな?毎週木曜日ですから、そうだね、今日の夜に第2話があるので、今更感もありますけど、ちょっとだけね、このドラマの紹介と感想だけ、もし僕のこの動画を見て、気に入った方、silent、鑑賞してみたらいかがでしょうか。多分ね、第2話から見ても全然大丈夫だと思います。はい。第1話だけね、ストーリーだけ簡単に説明しますと、もう本当に簡単ですけどね、要は、この2人の恋愛ドラマです。主演は、この川口春奈さんですね。今ちょっとガーシー絡みで名前上がってますけど大丈夫ですかね。そしてこの方、僕もよく知らないんですけど、初めて聞きました。目黒蓮蓮どっちですかね。蓮か蓮かよくわかんない。まあ蓮だよね、きっとこういう時って。目黒蓮さん。主演で、これジャニーズなんですかね。ちょっとごめんなさい。わかんないんですけど。の、まあ、いわゆるラブストーリーです。で、ただのラブストーリーではなくて、いわゆる障害者ですね。どっちか片一方、どっちかが障害者になってしまうっていうお話なんですけど、今回は男性、男の子の方ですね。18歳の時に難聴になってしまう。要は老和ってことが大丈夫かな。いわゆる老和者ですね。手話。耳が聞こえなくなるので、声も出せない。で、あとは手話でお互いやり取りするようになるみたいな、なるんですけど、まあ、生まれつきそうなってるわけではなくて、18歳の時、高校生の時になっちゃうんですよ。そして、この2人のね、まず高校生の時代から描かれていくんですけど、まあ、このね、戸川みなとくんっていうのがいて、今現在、彼女、つむぎさんですね。青葉つむぎっていうんですけど、彼女は、この、みなとくんと付き合ってるんですよ。もともとですね、高校生時代の時は、このみなとくんと、この、桜想空ですね。は、まあ、同級生だったんですが、今はね、完全に、今は彼らは社会人になってるんですけど、今は完全にこの、関係が切れているんですよ。連絡が取れないような状況になってるのね。で、これ、高校時代の同窓会でも、彼らのことは、まあ、これは違った。これ、フットサルの先生だったんですけど、これ、同窓会の人たちも、同級生、クラスメートたちも、蓮くんのことは知らないって言うんですよ。連絡取れてない。もう、なんか急に突然、みんなから関係を切ってしまったわけですよね。で、当時、紬さんはそうくんと付き合っていたわけなんだけど、ある日突然ですね、なんか急に、もう付き合わないみたいな感じで、突然彼女の前から姿を消してしまったわけですね。で、そうなる前は、もともとね、仲良かったんですよ、この2人がね。で、もともと仲良くて、で、どちらかというと、こう、このつむぎさんがそうくんにちょっと思いを寄せていたのをみなとくんは知って、ちょっといろいろとね、まあ、彼にこうスルーパスじゃないけど、パススルーと言います。スルーパスを与えて、告白しちゃえよみたいな感じで応援するんですよ。この時、みなとくんはつむぎさんのこと好きだったのかどうかちょっとよくわかんないんだけど、彼女がそうくんに思いを向いている時に付き合っちゃいなよってけしかけて、この2人はね、まあ、うまく思いが通じて付き合うことになるんですよ。けしかけるじゃない付き合うことになるわけですよね。その時の2人の共通のアイテムがいわば音楽だったわけですね。イヤホンで聴く音楽で、お互いにこう、まだ時代が時代なので、まだ今みたいに AirPods とかがそんなに普及してなかったのかな。有線イヤホンでお互いにこう音楽を聴いて、好きな曲がスピッツなんですよ。で、スピッツってどうなの？僕が若い時にはね、結構スピッツってすごい流行ってたんですけど、今の子たちもスピッツなんて聞くのかな？で、今26歳だから、彼らが高校生だから、まあ10年近く前なのね。10年近く前だから、今、だから2010年代になるのか。だから僕はちょうど作家デビューしてちょっと経ってぐらいの時か。まあその時まだスピッツってそうですね、聞かれてましたから、そのぐらいのまだ iPhone が6とか、iPhone がね、4とか、うん。iPhone4 とかの時代ですね、おそらく。4とか 4S の時代ですね。だからまだ AirPods とかもなかったし、イヤホンも有線でしたね、みんな。うん。そんなイヤホンにね、何万円もかける、今みたいに2万円も3万円もかけるなんてことが、まだちょっと一般には普及してなかった時代ですね。まあその時に音楽のやり取りをして、この二人は仲良くなっていくわけなんだけど、まあ恋人同士になるわけですよね。で、彼がある日突然ですね、彼女の前から姿を消してしまうわけですよね。高校辞めちゃったのかな、ちょっと覚えて、ごめんなさい、取って出しなんで覚えてないんですけど、突然姿を消してしまって、他の人も連絡が取れなくなって、で、まあ社会人になってですね、今度はみなとが、この紬とね、まあ、付き合うみたいな、それも同窓会で再会してお付き合いを始めるっていうことなんですらしいんですよ。はい、まあそんな流れでね、まあ第1話は、どうして想空が彼女の前から姿を消したのかっていうことは彼女を何も知らず、みなとも知らなかったんですけど、みなとはね、まあなんとかね、人づてを駆使していろいろ聞いて、まあ彼女の、想の家族にも接触して妹から聞き出したんですよ。うん。で、なんで、みなとが想のことを急に気にし始めたかっていうと、紬が、小田急線かな、小田急の代々駅、なんちゃら代々駅で、見かけたってことが、きっかけで、彼からするとですね、やっぱ気になるわけです。これ元彼じゃないですか。自分の友人でもあり、元彼だった、想空が急に彼女の前に姿を現して、彼女はね、なんか見かけたとは言うんだけど、なんかすごいやっぱり気になってはいるっていうのは分かってるわけですよ。で、もともとやっぱり紬は彼のことが大好きだったから、これを機にまたなんか彼の思いが再燃してしまうんじゃないかっていうことで、おそらくすごく気になったわけですよね。で、まあいろいろとこう、フットサルの先生とか、これもともと高校教師だったのかな、とかにいろいろ連絡を取ってですね、想のことを調べて、ついに想が、いわゆるろうあ者であるってことを知るんですね。で、みなとはそのことをどういうわけか紬には報告しないんですよ。うん。まあやっぱりね、紬は紬ね、まあ、今、時効だからっていうことで、みなとにいろいろ想の話をするんだけど、やっぱ想はちょっとね、辛かったみたいなんですよね。はい。で、今、想は何してるかっていうと、このね、かほさん演じるこの女性と、なんか一緒にいるんですよ。ただ、交際中ってハテナってなってるから、付き合ってるのかどうか、彼女であるのかどうかはわかんないんですが、まあ、二人は結構一緒にいて、大事な存在であるのは間違いないんですね。うん。さあ、一体ね、この二人はどうなるのかっていうことなんですけど、まあ、恋人なのかっていう。まあ、交際中ってハテナがしてあるから、おそらくこの二人は付き合ってはいないんでしょうね。まあ、同じ境遇の人間として、この人は先天性難聴で、この人は後天性難聴だから、まあ、お互い難聴ということでね、同じ境遇、同じ苦しみを抱えているっていうことで、まあ一緒にいるわけだと思うんですけど、まあ結局、まあね、視覚障害者とか、ろうあ者とか、何かしら障害を抱えている人たちっていうのは、一緒に寄り添ってる方多いですからね。うん。まあ、皆さんどうですかね。こういう状況なんですけども、彼らの気持ちがわかりますかね。僕ね、想空の気持ちはわかる。自分がね、難聴になっちゃって、まあ普通の健常者ではいられなくなったっていうことで、もうとても彼らとは一緒の世界線では生きていけないから、自分の世界に閉じこもってしまおうっていう気持ちはね、うん、よくわかるんですよね。で、まあこういったね、いわゆる難聴とか視覚障害者とか、いわゆる障害者もののラブストーリーって、大体2種類に分けられると思うんだけど、いわゆる障害を持ってしまった人間が自暴自棄、まあなんかこの苦悩を抱えておかしくなっていったり自暴自棄になって、そこから、困難に立ち向かっていくのか、もしくはですね、早々にその状況を、自分の境遇を受け入れて、まるで聖人君子じゃないけどね、なんだろう、こう強く なっていったり、メンタル的に強くなって、ある種人間を超越した、聖人君子とか、超然とした、超越した存在になって、むしろ健常者の人たちにいろんな気づきとか人生的な教訓を与えていくタイプになっていくのか。っていうね、この2種類に分けられると思うんですけど、まあこの想空っていうのはですね、どちらかというと、前者の方ですよね。やっぱりちょっと自暴自棄に陥ってて、今の自分の境遇を受け入れられずに、ある種パニックに陥っていて悩んでいると。だからこそ関係をね、リセットしてしまうっていうことなんですよね。でこれね、特にね、この今回なんでこのドラマが僕素晴らしいと思ったのかっていうと、ラストシーンなんですよ。今回この2人が出会ってですね、やっと出会って声をかけるんだけど、紬は彼が耳が聞こえないってことを湊から聞いてないから知らないわけですよ。だからどうして無視するのとかね、ちょっと話そうよみたいなことを一生懸命言うんだけど、彼は分かんないわけですよ。耳聞こえないから。だから手話で一生懸命自分の思いを伝えるわけ。お前は何言ってるか分かんない。分かること、言葉で話すなって。ね、俺がなんで今こうなっちゃってるのか。お前分からないだろ。俺が今なんでこうなって、こんな風になってるか分からないだろっていうことを手話で一生懸命伝えていくんですよ。自分の思い。紬のことが本当は好きなんだけど、もう一緒にはいられないんだって思いをもう泣きながら涙を流しながらね、手話で一生懸命伝えるんだけど、紬はなんか、難聴だっていうのはわかるんだけど、彼が何言ってるかね、ほんとわかんないの。ただ表情とか身振り手振りで彼のこの熱量というか情熱みたいのは伝わってくるわけですよ。何かをすごく強い気持ちを訴えているっていうのがね。だけど彼女としてはその詳細がわからないから、ものすごいやるせない気持ちになってて。いや、これね、見てて泣けてきた。なんかね、ベルクでね、ちょっとやばい、人いっぱいいるのにこれ泣けねえやと思って、いやどうしようかと思ったぐらい、ものすごくね、このシーンが素晴らしくて泣けてきましたね。多分ね、このドラマ見て皆さん泣けてきたっていう人もね、多いと思うんですけど、いやー、ここはねめちゃくちゃきましたね。でね、まあこのドラマね、設定はありがちなんだよね。まあ、いわゆる障害者であり、その障害者である彼、障害したことによって、いろんな関係を断ち切って、まあ、自分のことを理解してくれる人たちの間だけの世界に入り込もうとしていて、以前の華やかだった楽しかった友人知人たち、思い出の深い学校生活をね、切り捨てていく。だけどとはいえですね、やっぱり紬に対する思いも断ち切れないでいるっていう展開になってくるんでしょうね。だから彼はこちらの自分にとって都合のいいと言ったらあれですけど、まあ、自分に寄り添ってくれる世界にとどまることができず、いわゆる自分とは世界線の違う健常者の世界といかにね、こう寄り添っていくかっていうことが今後のテーマになっていくし、紬は紬でね、いわゆるもう健常者ではない難聴である彼に対してどのように、寄り添っていくかっていうのも彼女自身のテーマであるというね。だお互いに大きなテーマを抱えて今後、まあ、寄り添っていくってことになるんでしょうけど、まあ、現実問題なかなか難しいんだろうなとは思いますね。まあ、だから彼女は、まあ、今後手話を教わるって書いてあるけどね、これも湊と、居酒屋でね、この手話先生とたまたま出会って、みなとがですね、おそらく彼女にこの先生、手話の先生を、紹介するんでしょうね。で、みなとはですね、なんだろう、ちょっと今回こういったドラマで時々あるんだけど、同窓会あるあるというか、なんだろう、自分の友達のね、自分の友達の彼女と付き合うっていう精神が僕も正直ね、申し訳ないけど、これ理解できないんですよね。皆さんどうですかね。自分の、例えば友達の彼女とか恋人ね、彼氏とかと付き合うってありですか？ちょっと僕ね、気持ち悪くて無理。無理なんだな。なんだろうな、やっぱり自分の中で一線を引いてしまうっていうか、いやこれねえ、お前の確かに魅力的な女性であっても、いやいやお前俺の友達の元カノじゃんみたいな、元カノと付き合うっていうのはね、自分の中ではちょっとありえないんだけど、こういうのって結構あるんですかね。周りでもどうだろう、聞いたことない、ないこともないか、あるか。うん。で、やっぱりね、そう、まあ仮にですね、その、友達の元カノと付き合うとなると、どうしても、その友達との関係、過去っていうのが、割り切れるかっつったら、なかなかね、難しいと思うんですよ。やっぱりどうしても気になっちゃうし、まあ今はね、この2人関係断ち切ってるから、まあそこら辺はいいんでしょうけど、断ち切れてなくて、今後また向き合っていかなきゃいけないって言った時に、こう、なんだろうね、この三角関係が、気になるっていうか、どうしてもやっぱり断ち切るってことがなかなか難しいと思うんですよね。実際このみなとくんっていうのは、想のことをね、やっぱりちょっといろいろね、ねちねち調べ始めるわけですよ。フットサルの先生のとこ行ってみたりとか、同級生に連絡を取って、それとなく聞いてみたりとか、挙句の果てには、想の実家まで押し寄せ、行ってね、この妹にね、嘘をついて、話を聞き出したりとか、するわけですよね。うん。ちょっとそこら辺ね、このみなとくん可愛らしい、いい男の子、まあすごくね、性格のいい、優しい男の子なんだけど、ちょっと女性としてはね、彼のしていることを見たら、ちょっとドン引きしちゃうのかなっていう。まあそれはある意味、彼女への強い思いの裏返しではあるんだけど、女性からするとね、やっぱりそういうの調べられるの、あんまりいい気分じゃないな。まあこれは男性でもそう思うと思うんだけど、いい気分じゃないなみたいのありますよね。で、どうなんだろう、主役がやっぱりこちらですから、どっちに最終的にこのミステリー、このね、ドラマを、ミステリーとしてね、考察していくのであれば、やっぱりこの紬が最終的にどっちを選ぶのかなっていうのが、ミステリーだと思うんですよね。だから考察ドラマとしては、どっちを選ぶんだろうっていうね。想に行ってしまうのか、それともやっぱりみなとくんを守るのか、うん、それとも2人を切ってしまうのか、それとも二股かけるのか、まあさすがにそれはないと思うんですけど、まあ今後ね、どういう展開になっていくのか。これね、テレビドラマでね、一応これは、2021年踊り場にて、で、第33回、フジテレビヤングシナリオ大賞を受賞した、なんて言うんだろう。産方美久さんの、作品らしいですね。はあ、いわゆるオリジナル脚本に近い漫画とか小説原作ではなくて、いわゆる素人かなんかよくわかんないけどセミプロが書いた脚本が受賞したわけですか？いや、これはあれか、完全にこの産方さんのオリジナル脚本って意味ですね。ということは原作は全くないから、これは考察しがいがあるのではないかな。若年性発症、両側性、両側性、感音難聴ってちょっと難しい名前なんですけど、まあこういう病気がね、実際あって、実際患ってね、苦しんでる人たちもいる中で、まあ、いかにね、こういう状況に陥ってしまった。まあこれね、若年性というか、後天性なのがかわいそうですよね。生まれつきだったらまだね、まあそれが普通、それがもう、普通の世界としてずっと続いてきたわけだから、まあよろしくはないけどね、これやっぱり18歳ぐらいでそうなっちゃうっていうのはね、ちょっと辛いですよね。そういえば、小雪さん主演の映画で、タイトルごめんなさい忘れちゃったけど、難聴になって、最初目が見えない、いわゆる視覚障害者の子供を持ってるんですけど、やがてその視覚障害者の子供が耳まで聞こえなくなっちゃうっていう、その子供を育てる母親の映画があるんですけど、もうそうなるとね、もう本当に絶望でしかないですよね。まあさすがこのドラマは目は見えるわけですよ。だけど、中には聞こえなくて見えないっていう人もいるわけですよね。もうそうなると本当にね、なんともちょっと絶望的ではあるんですけども、はい、でね、今回ですね、ざっと見た感想なんですけど、まずね、シナリオが本当に素晴らしい。シナリオが素晴らしいですね。ところどころ光る、キラリと光るね、いいセリフがいっぱい出てくるんですよ。でね、役者陣がね、今回ね、本当にいい人揃えたなーって思うんですよね。それぞれがね、なんて言うんだろう、もうこの人しかいないだろうっていうキャスティングなんですよ。ぴったりなんですね。で、何気に例えばこの想のお母さん役に篠原涼子さんとかね、まあ、交際してるのかどうかわかんない人に加穂さんを置いたりとか、この鈴鹿くんっていうの、鈴鹿なんていうかな、名前ちょっとごめんなさいわかんないんだけど、鈴鹿さんっていう彼も素晴らしくいい演技してるし、あとやっぱりね、この役にこの川口春奈さん、まあ、もともと僕川口春奈さんはいい女優さんだなってずっと思ってたんですけどね、今回ね、めちゃくちゃ光り輝いているんですよね、この川口春奈さんがね。で、今回ね、ミステリーでもない割に、ちょっとほら、登場人物多いじゃないですか。赤いナースコールとかに比べたらね、登場人物結構多くて、いろんな人間ドラマがね、展開していきそうなんですよね。で、この紬のね、弟がいるんですけど、早くね、この2人がね、結婚してほしいって思ってるんですよね。このね、まあ、20歳だから、なんかお兄ちゃんが欲しいみたいなね、こういうこと言ってる、ちょっと女の子っぽいところも可愛らしくて、だけど、みなとくん自身も可愛らしいですからね、お兄ちゃんっていうよりは、お姉ちゃんっていう感じですからね。あと、何気にこのね、やっぱりこの、そうくんの家族ですね、今回は妹さんとね、お母さんが出てましたけど、お姉ちゃんもいるんですね。あ、石川蓮さんがね、演じてるんですけど、お姉ちゃんもいるんですね。だから、ここら辺の家族ドラマっていうのもね、なかなかちょっといい感じでね、今回ちょっとシナリオが期待できそうだから、きちんと家族ドラマとしても機能してるといいなと思いますね。あとね、ちょっと不穏なキャラクターもいまして、この同期創生の中にこの野本っていうのがいるんですけど、なんかちょっとね、不穏なんですよね。なんか彼らにとって、彼らの関係を悪くするようなね、なんかそういう存在になっていくのかなっていう。で、あとですね、この紬の弟と想の妹がちょうど20歳で同級生なんですよね。まあ、こういった関係性もお互いに情報共有という意味ではね、うまく機能しそうだし、これね、キャラクターをうまく動かせばなかなか面白いね、ちょっとミステリアスな、結構ミステリー要素も今回あると思うんですよね。やっぱりなんといっても紬がね、誰を選ぶのかっていうのは、これね、重大な謎解きというかミステリーになっていくと思うんで、いやーなんかね、ここに来て目が離せない、ミステリードラマでもなんでもないのに、ちょっとね、目の離せそうもないドラマが今回登場してきたなということで、で、昨日ね、親愛なるなんちゃら、僕、レビューしたと思うんですけど、あれもね、もしかしたら離脱するかもしれない。早くもあれ、どうかな、ちょっと見るに値しないなっていうか、それだったらこっち追っかけてった方がいいかなって今思い始めてます。あれ今期ね、で、こちらですね、このsilent、視聴率がですね、正直あんまりよろしくないんですよ。6.5% だったかな。はい。第1話ね、正直視聴率はあまりよろしくないんですけど、ただ僕はね、このドラマは今後、結構視聴率持ち直していくんじゃないかなっていうか、右肩上がりになっていくんじゃないかなと思ってます。で、今回ね、とてもね、第1話が素晴らしかったので、第2話結構いい感じで視聴率がね、上がっていくんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあ、今期も正直視聴率的には、なんか低調なムードがありますけど、このsilentはね、クオリティ第1話見る限りでは今後かなり化けそうなクオリティポテンシャルを持ってるなと思いました。純愛ディスナンスがね、第1話結構いけるんじゃないか、高いクオリティ持ってんじゃないかみたいな感じで予想して大外ししたんで、僕の予想は当てにはなりませんけど、今回はですね、まず役者さんたちがね、素晴らしくいい。まず役者がいいです、すごくね。で、シナリオもいいですね。ところどころやっぱりキラリと光るセリフ劇、会話劇。まあ、特にね、今回ラストのこの手話でお互いの、想がね、手話で紬に自分の思いをぶつけるっていうシーンがあったんですけど、本当に素晴らしかったので、ああいうね、素晴らしいシーンがね、こう心を持ってかれるようなシーンが1個あるだけでもね、やっぱ違うんじゃないかなと思うんで、しばらくね、このサイレントは今日もね、第2話見てみようかなと思うんだけど、今日でもあれだ、今日打ち合わせ、編集者と打ち合わせがあるんで、TVer で見ることになるかな。はい。そんな感じで、第2話今日楽しみにしております。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。